おはようございます。おはようございます。今日は、久しぶりに、ヤマキの心拍を解析していこうと思います。はい、これは1年経たないぐらい前に来て、でお客さんに購入していただいて葉っぱを伸ばしてたんですね。でようやく受精も乗ってきたので、タイミングとしては今針金かけて綺麗にできるのかなと思って今回はやっていきたいなと思います。じゃあお客さんの木ってこと、はい、そうですね。でまずこの木のざっとした特徴を説明しますと、まずここの立ち上がりから、シャリが厳しく出ているような、そういう立ち上がりですね。太くて、幅のあるような板幹が続いているという感じです。で上に行くに従って若干やっぱり柔らかな印象のシャリになっていますね。なので今回はこの動きっていうのを活かしていければなというふうに思いますので、シャリを見せるような針金掛けをやっていきたいなと思います。裏をちょっと見ていただくと、裏は裏で僕は好きなんですけど、水性の動きもありますし、ただシャリの芸っていうと、こっちの方が面白いのかなっていうような印象なんですね。なので、今回はこれを正面にっていう形で、やっていきたいなというふうに思います。お願いします。はい、はい、じゃあまず最初になんですけど、現在の正面と見比べて、なんとなく自分の構想としてこのぐらいの角度にしたいなっていうのがありまして、ちょっと立ち上がりのところからですね、角度をつけてあげて、ここが頭になるわけなんですけど、起こしてあげた方が勢いが出るかなというふうに思うので、ただこの木に対して少しタッパが高いような気がするんで、ここに何もない空間がある。なのでまず構想としては、この幹をこのこっちの下に引っ張ってくるような、で潰すようなイメージで考えてます。背を低くする。そうですね、その方が木がコンパクトに見えて、逆にこれがもっと太く見えてくるんですよ。はい、はい、でこれが頭になって、で次にちょっと枝抜きをしようかな。この辺が要は裏枝になるわけなので、頭の方がやっぱり高い方がいいです。なのでこの辺の太いやつはちょっと落としていっちゃいたいと思いますですけど、今回はもうここでバッツリと落としちゃいます。それ全部落としちゃう。うん、ここでこれが裏枝になるような感じでやりたいなと思います。よいしょ。でこれがこのようにかぶってくれば、裏枝になりますので、自分かなと、はい、ここは後でちょっと削りますね。で次に構想としては、まずは、どっち長いかっていうのを決めたいんですね。でこう起こした時に、若干これも下がってくるんですけど、この一番長い枝がこれが、一番の利き枝になると、枝ですね。なのでこれを生かした針金掛けをしたいので、今回は左長いですかねに作っていきたいなと思います。こうやって帰る姿もいいんですけど、若干こう流れのままに行ってもいいのかなというふうに思いますので、ぱっと見ね、右流れかなと思ったけど、これがねちょっとシャリに被るんですよね。これを若干後ろに持っていければいいんだけど、にしても少し、こっちの方が長いので、そういう形で、配置的な、はい、ところですね。ところですね、はい、じゃあちょっと早速枝抜きをやっていきたいなと思います。これが差し枝になるわけですね、こういうふうに。でこの中で若干下に来るような枝っていうのをまず取っていきます。こういう感じで右左みたいな感じで枝を残していくといいと思うので、左にありますね。で右にあって、ここには上から生えてるような枝ですけど、こういうのも棚をボリュームつかせるには重要な枝なので、残しておきます。でその中でちょっと下に来てるような葉っぱとか枝っていうのは取ってあげるといいと思います。でこれは針金かけ外した時にですね、若干の枝抜きたらやっちゃったんですね。なので基礎通りにはなってるはずなんですけど、ただそこからまた生えてきましたので、いらないところを取ってあげていくというイメージですね。針金外したのがいつ頃なんですか？3ヶ月前ぐらい。3ヶ月前そうか。このぐらいでもうまた出てきちゃったと。そうですね、なるべくボリュームをつかしてあげたいので、あんまり枝抜きはしないんですけど、極端にいらないところっていうのは落としてあげますね。また針金かけてる時に必要ない枝っていうのが出てくるので、その時にまた外してあげるっていうのもいいと思います。はい、徒長枝はどうするんですか？
これも考え方は2つあって、うん、そのまま伸ばすっていう考え方と、もう整えちゃうっていう考え方あるんですけど、はい、もう今回は切るようになるかもしれない、うん、頭で上の方から切るかもしれないです。下はちょっと伸ばしつつするかもしれない。では差し枝をもうちょっと強くしたい、強くしたいとか、そうで残す場合もあると、そう長くしたいとか、結局そこで止めると一回成長ってストップしちゃうので、はい、それをまあ防止するというか、やらないためにはその伸ばしていた方が早く太くなりますね、枝が。ちょっと真面目すぎるかな。何？盆栽 ETC を、あ、そうだそうだ、解説しました。TikTok アカウント、そうですね、で TikTok をアカウントをやってる人どんぐらいいるかな。結構年配の人が多いからね。ただ若者にアピールするという意味では、うん、TikTok ってすごい重要なマスらしいので、うん、ちょっとそこに自分なりに挑戦としてやってみたいな、うん、ぜひフォローをよろしくお願いいたします、はい、載せときます。ありがとうございます。私がまずアカウント登録フォローしてないけど。アカウント作るとこからですね、僕も。じゃあ、はい、こんな感じで、とりあえずですね、多分この辺詰めると思うんですけど、うん、まあ一回背低くなりましたね、うん、上の板からこの辺にしておきます、はい、でさっき引っ張るっていう話したんですけど、うん、まず最初に針金かけます、はい、その後に引っ張ります。どこを引っ張るんですか。この主軸となる幹とメインとなる幹と、うん、このシャリにですね、ちょっと若干本当に小さい穴を開けて、そこ同士で引っ張って、幹をもう畳む感じで、畳む、そうですね、下に下げるような。じゃあ針金から、針金をかけていきます。はい、くぐってるなって言いにくいんですよ。やりにくそうです。音を立てながら、枝を幹の中に入れてる。そうですね。自分の撮影を始めております。もっと顔が良ければと。顔よりはでも声ですね。声、でも私も声はもっと渋い声が良かった。でも聞き取りやすいじゃない。聞き取りやすいか、聞き取りやすい、聞き取りにくいし、ぬちゃぬちゃしてる。ぬちゃぬちゃしてるんです。ボイスチェンジャーとかそうね。いや、滑舌も良くないから。だいぶ時間かかりますね、これね。だいぶ時間かかります。お昼ご飯が心配です。今、針金かけで下枝を、うん、やってる途中なんですけど、なんというコツと言いますか、こう針金をかけるとき、葉っぱの間と間にこうやって入れていくんですけど、こうやってこれ葉っぱね、はいはい、間に入れていくんですけど、うん、どうしても下に下がっちゃうやつがあるんで、こうやって葉っぱが、うん、こういうの取ってあげれば綺麗に見えます。でどうせ葉っぱなので、これ切っちゃってもまたどんどん生えてくるんで、脇から。例えばどういうとこですか。下向きに生えてる、はいはいはい、こういうのは取ってあげても全然問題ないので、そうするとより綺麗に見えますね。こういうとこ、ここ差し枝ですよね。差し枝、途中で先切らないって言ったら切ってますね。切りました。切れました。それはなんで切ったんですか。長いかな。十分。1時間ぐらい経ちました。そうですね、もう少し経ちました。お客さんも来ましたが、仙台からお一人来ましたね。視聴者の方がお見えになりました。遠方からありがとうございます。棒読み。そう、
フラット来ていいんですよ盆栽園って。だけど入りにくいんですよ。そうなんですってね。そうです。 YouTube 見てる人ならまだ入れるけど、ここですら入っていいですかって聞かれるでしょ。ご住人お入りくださいって看板貼っとけばいいので。であと店員さんは愛想よくしてください。学園のじゃないとね、ユーザー離れが。職人なんて、みんな職人なんですけどね、客商売ですから。で、針金掛けは半分ぐらい。半分ぐらいですかね。ですかね。待って、植え替えもするということで、ちょっとお腹が空きました。ランチタイムでしょうか。ちなみにこれ、はい、この葉っぱ多分そうそう杉っぱにならないはずです。でも糸魚川の、糸魚川だけどちょっと太めというか、うーん、確かに杉っぱないですね、これね。葉っぱにならないんですよね、このいわゆる糸魚川のっていうのはもう一応細いやつじゃないですか、うん、手縫い糸ショーっていう、あれはもう杉っぱになっちゃう。なっちゃうね、確かに。こうなりました。はい、続きをやっていきます。あと細かいところなので、はい、ちょっと早めに終わらせて今度の植え替えの作業に移っていきたいと思います。今の会長にお蕎麦連れてってもらいました。美味しかったですね。美味しかったです。菊池、スペインからのお客さんです。スペインじゃないです、スイスから英会話レッスンしてました。近いです。視線を感じました。Now we come in your video. Don't worry. So now I go before it rains. あ、いやいや、立てた雨が降る前に帰る。そうか、雨降る。レインっつったの、俺トレインって聞こえた。トレインに聞こえた。レイン。レイン。ありがとうございます。はい。Thank you very much. Bye. Bye.一応こんな感じでざっと針金かけました。はい。で、この後ここをちょっと縮めていきたいなと思います。そっか。はい。そしてまたね、印象変わってくる。はい。でね、ここがね、ここで引っ張りたいなと思ったんですけど、うん、ここはもうフラフラなんで怖いんで、ここにビス打ちました。はい。Where are you from? Romania. Romania, Europe. Europa? Romania. Romania? Yes, yes, yes. Romania. Yes. This is nice.Yes. He is famous bonsai master. Wow. Young master. Oh, okay. And is allowed to make photo? Photo? Okay. Free photo. It's okay? Or no? Okay. If you don't like it, I don't. Yeah, yeah, yeah. Don't worry. いけちゃうもんだ。いけちゃうからいっちゃうんだと。いけちゃうから行っちゃうんです。
すごい。めっちゃ盛り上がってますよ。すごい。いったね。これかな。だいぶ下がったでしょ。いいんじゃない、いいんじゃん、ね、これいらないね、裏枝。じゃあこれぐらいしとくかな。でまた時間あるときにでもやって。これ角度をつけたら差し枝。いや角度つけない。もうつけない。つけない。このまま？このままで。呼び返しない。呼び返しない。こういうことです皆さん。掘ってる。戻った。戻ってる。どうしようか。もう一本どっか止めないとって感じ。ちょっと待ってね。この裏の枝だけも切っちゃう。切っちゃう。これこの枝なんですけど、はい、裏枝として作ったんですね。うん、ただ頭が思いっきり結構意外と下がったので、これ完全に用なしになっちゃいました。これは頭から下がってきた枝で、うん、これですね、この中のこれ中の、うん、これはもう完全に中からできちゃってる枝なので、これはもう切っちゃいます。ハスキーした。この陣もいらないから。おぉ、あれ、落ちた、上がった。これがこれが、うん、あの陣で止まってたんだよ。ああそういうことか。そしたらこことここで引っ張るわ、うん、新しいピスを打っていきます。完成しました、はい、山木の針金掛けを今回やってきたわけですけども、ポイントとしてはここの、幹の短縮ですね。ジャッキを使って、折りたたんで、背を低くしました。そのことによってこのシャリの迫力、この太さが生きてきたような感じですね。ここにスペースがなくなったので、はいはい、であとはいつもの通り針金をこうやって綺麗にかけましたので、この先はここがここから葉っぱがたくさん茂ってきてこんもりこんもりして迫力が出てくるんじゃないかなというふうに思います。なので今後はこれは、肥料と水をしっかりあげて培養管理を頑張れば、もっといい木になるんじゃないかなと思います。はい、いろいろビスを打って引っ張って、でちょっと最初の計画と違うところも出てきましたけど、それはそれでいいように働いたというか、で植え替えも最初計画してましたけど、この鉢のまま行うことにしましたので、結果的に良かったかなと思いました。でもすごくかっこよくなったと思います。はい、ありがとうございます。値段が上がったなって感じ。ありがとうございます。まあ、こういういつもは初心者の人に向けてというちっちゃいやつやってますけど、たまにはこういうお色直し的な動画もいいのかなと思いますので、これからも頑張っていきます。はい、はい、でもいつもあの動画で初心者向けにやってることの積み重ねがこういうの、あの作業内容は一緒なので、はい、はい、ちょっと飛行機が、はい、ということで、今回は山木の心拍の針金掛けを行いました。この動画がよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。はい、Please subscribeAnd thumbs up. Thank you. Goodbye. Bye bye.